はいどうも、カデアンでございます。今回はですね、ちょっと漫画の方を紹介というか、まあ最近読んでね、まあ非常に面白かったということで、僕の方でもね、ちょっとレビューをしたいかなと思ったんですが、それがですね、こちらの作品でございます。応天の門でございます。現在、11巻まで発売ということでね、なかなか関数もかさんでるんで、まあ、やっぱり漫画ファンの方々とかにはすごく人気なのかなというのも個人的にはそういう風に思ってるんですけども、まあ僕前々からですねこの作品結構気になってはいたんで、ちょっと手に取ってですね11巻で向かって読んだんですけどもね、まあやっぱりね面白かったというところもあって、ちょっとこの作品についてですね、今回はね取り上げたいかなという風に思います。まずこの作品についてですね説明させていただきますと、時代はですね平安時代という風になりましてですね、まあざっくり言うとその平安時代で、巻き起こっている様々な事件っていうかね、まあ怪奇現象みたいなところもあるんですけども、その事件を、この表紙になっている2人がね、この左の方の若い方が、菅原の道真で、右の方がね、有原の成平っていう風にね、まあこの2人がまあたまたまね、1話の段階でやったことによって、その事件をね解決するっていう風な、まあざっくりとした流れはそういう風になってまして、ジャンルとしてはまあサスペンス漫画という風になるんですけども、キャラクターの特徴といたしましてはですね、まあ菅原道真というのは、まあすごくね、本を読むのが大好きっていう風に、そういう風にまあ日常ずっとそういうまあ本ばっかり読んでるっていう風になってるんですけどもね、まあ一応ね、まあ現代でいう学校っていうところまで通ってはいるんですけども、まあ通あくまで席を置いてるってだけで、普段はね、学校サボりながらもう家で、もう本の中に埋もれてる生活をしてるっていう風な感じなのが、まあ、菅原の道真で、有原の成平は、まあ、ケビー氏っていう、今でいうところの、まあ、警察ですね。まあ、警察の、いわば、まあ、ポストで言えば、まあ、刑事課長とかね、そこら辺のポストかなって、もうちょっとね、位の高いポストになるのかなっていう風な感じになるんですけども、まあ、いわば、まあ、その、刑事であれば、まあ、道真はいわば、まあ、探偵みたいな感じになるんですかね。そういう風に、まあ、その、今いろいろね、様々な問題などが、浮かび上がってきて、それをね、やっぱり成平の元に来るから、まあ、自分ではちょっと、難しいというか、まあ、どういう風に原因を究明するのかわかんないって時に、まあ、道真がね、手助けするっていう風な、まあ、大体のね、ストーリーの流れではそういう風になっておるんですけども、まずですね、やっぱりサスペンスっていう目線に、おいてはですね、なんかすごいねすっとんきょうなトリックとかっていうのは基本は起こりません。まあなんかそれはいわば現代でよくあるじゃないですか、そういうのってね、まあサスペンスドラマなり、まあ、コナンとかあと金田一でもよくねそういう風に見られるかもしれませんが、まあそれができるのはやっぱりね、技術が発展してるからっていうのももちろんあるし、あとはやっぱりその科学的なね、そういうまあ、根拠というか、そういう知識とかも重なった上で、いや、それ現実では不可能だろっていうトリックとかって様々見られると思うんですけど、まあ、その文化が発展してないような時代っていうのも一つね、まあ、この平安時代においても、まあ、すごくね、そういったところも、まあ、トリックが行わ、そういう、まあ、なんか、よくわからないようなトリックが行われないっていう理由にもなると思いますし、だから実際結構ね、証言とかでもね、なんか怪奇現象みたいな風に言われることがすごくこの中でも行われるんですけども、やっぱ道真からしたら、まあ根拠のない理屈でそういう風に決めつけること自体が、自分の中ですごく許されないっていう風な感覚にもなって、まあそういう意味でね、いろんな問題に、まあ道真が立ち向かっていくみたいな風になるんですけども、まあなんかすごくだからそこに必ず根拠があるというかね、何かしらの事件の中にはまあそんな大した理由ではなくとも絶対何か理由があるっていうところを、まあ、毎度毎度ねそういう風に突きつけるっていうところが、まあ、やっぱ根拠としてはね、別に派手さは必要ないけど、でもやっぱり理屈はまかり通ってるっていうところが、まあ本当ね、それがやっぱサスペンスのいわば基本になるのかなっていうところも、まあ地味ながらもそういったところをね、やっぱり読者に理解させるっていう意味では、まあ僕としてはやっぱりね、そういう怪奇現象っていう風に思いつくのもなんかこの時代ならではなのかね、そういう風になんかまんまそういう知識がないからこそ、やっぱそういう発想に陥ってしまうのかなっていうのが、すごくね、そういう時代背景っていうのもなんとなく理解できるし、そういう風な奴らがいるから、まあ道真はもう自分からもちろんね、そういう事件にもう、興味があるってわけじゃないんですけども、そういうふうに言われると、ちょっと自分の中でもね、反論したくなるっ
っていう気持ちからね、それ衝動的にまあ動くっていう風に、まあそこら辺の一連の流れっていうところもね、サスペンスってジャンルにおいてもまあすごくね、基本に忠実に、まあ地味ながらもすごく説得力のある、まあ、答えを毎回導き出してるんじゃないかなという風には思いますね。でまあやっぱストーリー的にもですね、本当ね安定して面白いというか、僕としてはそんなに波がないのかなという風に、一つそういう風に思えるところとしてはですね、まあ道真もそうなんですけどね、まあ成平の先の言ったようなね、まあ刑事課長といったような、まあその例えが正しいのかどうかちょっとね僕も自信持って言えないんですが、まあやっぱある程度成平にしてもね、やっぱ位が高いような、まあ、人物ではあるんですけども、まあ道真も今現在18歳なんですけどもね、18歳だけど、まあゆくゆくは藤原家のね、まあ宮廷に、まあもしかしたら中心人物になるのかなっていう風なストーリーにも、それにストーリーに基づいた上で問題が出てきたりとかっていう風に、なんかその帝っていうんですけどね、まあ中心の、その政権を握ってるっていうところは関わりたくないけど関わらせるようなストーリーに描けられてるっていうところが、だからね毎度毎度その大したことないような問題も結構ちらほら多いんですけどもね、それだけの楽しみじゃなくて、今後の道真の動向とか、あるいは自分の置かれてる立場とかを考えると、なんかすごくねその内部にどんどん進んでいくことによって、もっとね、なんかそこら辺からもしかしたら実権を握るところまで行くのかなっていう風に、なんかある程度そういう風なね、なんかね、そういう権力に巻き込まれる道真っていう風な、あるそのも今後のね、ストーリーの楽しみとかっていうところもしっかりとそことね比例して、まあサスペンス要素も含まれた上で、まあストーリーも進んでいったりもするんですよね。道真自体もまあ本当エリートという風に言われてる部分もあるし、まあ実際博識なんですよね。本当いろんな書庫を読んで一回読めばもう大体覚えられるっていうぐらい、本当頭の出来もいいから。まあ各地ね、やっぱ道真の名前とかも轟かされてるぐらいなんで、いや、やっぱまあ一言で言えば天才っていう風なキャラクターでもあるけど、うん、なんかそのかまだ ある程度、うん、まあ、世間のこともそこまでまだまだ、知られされてないっていうところもあるし、まあ自分がねそういう風にやっぱりちゃんと中枢にね、行ったことによってのその状況っていうところを、まあどういう風に振る舞うのかっていう風な、まあそういうちょっと大人の対応っていうところもまだまだ未熟なね、やっぱ18、10代のまあ幼いっていうところのそういう目線とかも見られるから、やっぱり心の成長とかっていうところも、うん、そういったところもね、やっぱりね、すごく楽しみな部分ってあるし、今は あくまでね、まあ、そういう権力とかに全く興味ないって言ってる道真ではあるけど、心境の変化っていうのも、どういったことが、まあ、理由でね、心境の変化が行われるのかっていうところでもね、いや、すごく楽しみな部分でもあるんですよね。その主人公だけ見ても。そういった部分でも、やっぱりこういう、まあ、サスペンスっていう土台も正直ね、まあ、派手さはなくとも、本当そういったところもしっかりしてるのかなというふうに、ベースはしっかりしてるかなというふうに思いつつも、やっぱり、メインストーリーはやっぱり、やっぱこの道真がね、まあ僕はちょっとね、菅原の道真のことを全然知らないんですけども、まあもしかしたらこの宮廷にどんどんね、関わっていくことによって、もう欠かせない人物になるのかなっていうところもね、いや、すごくね、さっきもすごく楽しみな、漫画なのかなというふうに思わされたんでね、11巻ってね、本当やっぱ遅いのかなと思うんですけども、読むのもね、でもまあ僕としてはですね、ジャンルの面白さも、まあ、間違いなくね、備わってますし、やっぱり、ありえないようなことで解決するなんてことはまあないかなと思いますね。個人的にはそういうこともないかなと思うし、まあやっぱりそういう派手さはないっていうところは、まあ下手したらウィークポイントになるのかもしれませんけども、やっぱりね、サスペンスというのはしっかりと原因があるからっていうところをね、そこをやっぱり突きつけられるかなと思いますんでね、やっぱそういうジャンルで楽しめる漫画なのも僕は間違いないかなと思いますんでね、まあ僕としてはすごく、おすすめの作品にはなると思いますが、まだちょっとね11巻ちょっと多いと思いますが、まあジャンル的に気になった方はね、まあ大手のもんは全然面白いかなと思いますんでね、ぜひとも読んでいただきたいかなというふうに思います。はい、ということで今回はですね、まあ本当ね最近気になって読んだこちらの大手のもんについて
ちょっとね、取り上げさせていただいたんですけども、まあこういうふうにちょっとね関数はちょっと多いかもしれませんが、個人的にはやっぱりすごく面白かったなと思う作品はね、別に関数多かろうが少なかろうが、まあ今更っていうのもね、今更だと思いますけれどもというのはね、でもやっぱそんなの関係なくね、まだまだ知らない方もいるというふうに思った上で、そして自分の中でもやっぱ、動画にしたいかなというふうに感じ感覚にもなれたんでね、どんどんそういうふうに取り上げていきたいかなというふうには思っております。個人的なね印象としては、こういう作品を昔だったらあんま読まないのかなっていうのも あったと思うんですよね。僕もやっぱりね、やっぱほとんどの方と同じように少年誌から入ったっていうのもあるから、やっぱそこからどんどんねこういう作品読んでいくっていうのも本当ね、どんどんまあ感性がっていうかね、やっぱりどんどんいろんなものを吸収することによっていろんな楽しみを知るっていうのも、やっぱ個人的にもね、やっぱそういう風にどんどんトライしてくるのもすごく大事なのかなという風に思えましたし、まあ今で言えば結構ね出落ちのタイトルみたいなめちゃくちゃ多いですけども、ああいうのあんまりちょっとね手出せないですけども、まあもしかしたらそこに手出しても、まあ面白い作品もあるのかなっていうのもね、まああるいはまあラノベ系のコミカライズとかも、まああんまり手を出さないんですけどもね、そういったところもまあ下手したら数打ちゃ当たるっていうところもあるのかなと思うんですけどもね、まあしばらくはこういうちょっとね青年誌らしいっていうところとかもね、そこら辺を目につけることが多いのかなと思いますが、まあ皆さんもね本当ねいろんな作品を読めば絶対どっかでね面白い作品であるかなと思いますんでね、まあ僕もそういうふうなスタンスでもうずっとやってるんですけどもね、今後もねやっぱりいろんな作品をねちょっとねどんどん読んで紹介していきたいかなというふうに思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。